親が経験した修羅は、小学校の修学旅行は、毎年長崎一泊二日の予定だった。複数の町をまとめて、一つの地区とし、その地区内の小学校が、順番に同じ予定をたどるという。先生たちからしたら、なんとも楽な設定になっていたのだが、その年だけ例外が発生。二日目に訪れる予定の島原市で、 普賢岳という活火山が活発化しており、一部住民が避難する事態になっていた。しかし、メイン観光地である市内中心部は火山の影響はない。と学校側は判断し、地区の修学旅行は決行され、順番ずつ長崎へ旅立っていった。当時は毎日頭上を自衛隊のヘリが長崎方向に飛んでいくのを毎日見ていたし、 なんだか、異様な雰囲気だったのを小学生でも感じていたのに、今思えばよく結婚したなと感心する。お約束の通り、私の小学校が、修学旅行中に、普賢岳が大爆発。幸いその日、私たちは、一日目の長崎市内巡りをしており、火山とは別方向にいたが、当時は携帯なんてない時代。情報が満足に入ってこず、親たちから、 学校への電話と、学区内での混乱がすごかったらしい。これは、まだ小学校低学年だった妹から後で聞いた。普賢岳のことは覚えていない妹が、親や近所の混乱っぷりは覚えていた。しかし、その頃の私たちといえば、島原市の一歩手前、雲仙の温泉に泊まっており、テレビ視聴が一切禁止されていたので何も知らず、 のんきにお土産選び山倉投げとかして思い切り遊んでいた。翌日、朝食の時に、先生から不言だけの爆発が発表され、二日目の予定が変更される旨の説明を受けた。その話を聞いても、ああ、自分らに当たったかと思ったことしか覚えていない。というか、その日は、もう、島原市は完全に封鎖されていて。 道にカーキ色のつなぎ。沖田自衛隊が立っていた。ジープみたいなのもあった。二日目の予定がままるるつぶれ、どこにも行くところがないため、雲仙の小さな公園で時間をつぶした。帰りは、予定時間よりも大幅に早く帰ってきた。戻ってきた小学校は、親や祖父母などの家族がたくさんいて。何か、 すごい熱量で出迎えられて少し面食らった。そこまでなっているなんて当時は夢にも思ってなかったから、当人たちが一番冷静だったんじゃないかな。その日の夜は妹が私から離れなかったことをよく覚えているので、送り出した方は相当大変だったみたい。